おっぱい触らせてもらってもいいですか？はあ？お疲れ様です。あ、誰？恐竜って美味しいんですかね？骨好き女子の前に現れたのは帰国子女の恐竜オタク。ちょっぴり変な年下男子との研究室ラブコメディー。私が骨にされそう。あやめくんののんびり肉食日誌。